築地市場の移転先となる東京江東区の豊洲新市場の建設が始まり、既公式が開かれました。式典には東京都や築地市場の関係者およそ150人が集まり、工事の安全を祈願しました。豊洲新市場は敷地の面積が築地市場のおよそ1.8倍で、総工費は5000億円規模となる見通しです。 建設地は東京ガスの工場跡地で土壌や地下水などから高濃度の化学物質が検出されましたが都が762億円かけて汚染対策を完了させました。